今日の前島のインタビューは今回はルーキーの登場ということで茶野選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。本当にキャンプインからここまでというのは激動の日々だったと思いますけれども、改めてここまで振り返って茶野さんどうですか？まずは育成選手として入団したので、本当に1日でも早く、支配下選手になりたいなと思って、ずっとアピールを続けていたので、まずは一つその目標が達成できたので、もうここからはひたすら結果にこだわってやっていきたいなって思ってます。テレビで見ていた一軍の、ね、ピッチャーたちと対戦することになりましたけれども、そういう経験というのはここまでどうでした？いや、まさかこんな早く一軍の試合に使ってもらっていると思ってなかったので、本当にいい経験させてもらってるなっていうのもありますし、でもやっぱりプロで生きていこうと思ったら、ああいう一流のピッチャーから打ち続けないと生き抜いていけないと思うので、まだまだレベルアップしていきたいなと思ってます。一軍の公式戦で戦い続ける中で何か一番印象に残ったことであったりとかありました？やっぱり開幕戦スタメンで使ってもらって、やっぱりライオンズの高橋投手のやっぱ球がストレートの変化球も今まで見てきた球と全然違うなと思ったので、やっぱりこれからプロ野球選手として本当に生活が始まるんだなと一番、実感した瞬間でした。今は前島で練習をされている状況ですけれども、どんなことを課題に設定して取り組んでいらっしゃいますか？ちょっと、前半戦の終盤に、バッティングの調子が落ちてしまったので、まずは打席の待ち方とか、タイミング、バットの出し方とかをもう一回見直して、一日でも早くこう調子を戻して、早く一軍の舞台で戦えるようにしたいなと思ってます。茶野選手は一軍でも満塁ホームランもありましたし、逆方向へのうまいバッティングもあります。何でもできるバッターなんじゃないかなと思ってしまうんですが、佐野選手はご自身どんなところに武器があるバッターだと思いますか？一番はやっぱり積極性を売りにしたいので、やっぱりファーストストライクからどんどん振っていけるようにしたいと思いますし、それができている時っていうのは状態いいとキーだと思うので、その状態に持っていけるように本当に今でもしっかり練習しています。それに合わせて粘り強さみたいなものも合わせ持っていると思うんですけれども、そのあたりで一緒に持つというのは難しいことだと思うんですが、どうですか？バッティングもそうですし、やっぱ足も売りにしたいと思っているので、そうなってくるとやっぱり出塁することが大事なので、追い込まれてもなんとかバットに当てて、食らいつくっていう姿勢をこうずっと貫いていけたらなっていうのは思ってます。改めて茶野選手の守備力っていうところで、どこが武器というのをまた茶野選手の言葉で教えてください。守備はもともとそんなに自信ないんですけど、一球一球集中してというか、一歩目の速さだったりとか、打球までの、コース通りなんかを意識しながら、本当に試合中に一球一球食らいついて、なんとか取れる打球をしっかり取れたらなと思ってます。あとプレーだけではなくて、プレーに臨む姿勢、自分のチームはもちろん相手チームに対してもすごく礼儀正しく謙虚に接されている、もちろんそれはファンの方に対してもそうですが、そういう素晴らしい茶野選手のこの野球に対する謙虚な取り組む姿勢というのはどこからどこ由来で来ていることなんですか？もともとそんなにスター選手じゃないというか、そんなにずっと有名な選手はなかったので、そんな中でも必死に、やる中でやっぱり謙虚さというのは常に持たないといけないなと思っているので、その謙虚さをしっかりこう体現できるようにというのは常に意識しています。改めて後半戦に向けて今シーズンの目標を教えてください。まずは、もう一日でも早く、一軍に復帰して、本当に一本でも多くヒットを打ちたいなと思います。では最後にバファローズファンの皆さんに茶野さんから一言お願いします。チームの、リーグ3連覇と日本一連覇に貢献できるように、必死に頑張るので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。茶野選手でした。ありがとうございました。